あ寿命もその分日記掛けの方が伸びてきます。で長く今回は、コンプレッサーの1機と2機の違いについて紹介していきたいと思います。で1機掛けと2機掛けそれぞれ比較するんですけど、まず1つ目が、タンクの空気圧をいっぱいにするまでにどれぐらい時間がかかるのか。で2つ目が、コンプレッサーの作動音ですね。ボリュームブーっていう音が1機と2機やったらどれぐらい音量の差があるのかっていうのを比較紹介していきます。で車が30のアルベルですね。でタンクは、ACC の標準の4ガロンタンクを使ってます。でコンプレッサーは 150PSI に、タンクが溜まるとコンプレッサーが止まるようになります。で 135PSI 以下に空気圧が落ちるとコンプレッサーが動くっていう設定です。と分かりやすいように、皆さんがよくある環境として前下げ、駐車している時に前下げして、それから走行車高に合わせた時に一体どれぐらいコンプレッサーが動くのかっていうので見ていきたいと思います。では早速よいしょ、これが今、空気圧の状態ですね。で見てもらうと各足は0で、タンクは 147PSI ですね。なんで150で止まるんでだいたい満タンぐらいの感じです。でコンプレッサーは今2機掛けに設定してます。でストップウォッチを押して、じゃあこれで走行車高になるんで走行車高にします。はい、行きます。はい、動いた。はい、でこうですね、今右上がタンク圧なんでずーっと増えていってる状態。104、5、6、これが150になったらコンプレッサーは止まります。今ブーって言ってるのがコンプレッサーの音なんで、今で30秒ですね。30秒経って、128、129、130、あと 20PSI。あと10ですね。はい。1分2秒79。で、タンクが149ですね。148、149。これで止まりました。はい、1分02.79 やね。はい、 OK。 で次はボリュームですね。ボリュームを測るにはこれでボリュームが測れます。じゃあこれでコンプレッサーを動かします。はい、動いた。78かな、78ぐらいがマックスですね。78デシベルがマックス。 OK。 次は一機掛けをするんで一機掛けに、設定を変えます。でコンプレッサーでデュアルが2でシングルが1なんで、これを今デュアルの2機掛けの設定になってるんで、これをシングルの
一気掛けの設定にしました。これで一気しかコンプレッサーが動かないです。ならエアをまずゼロにします。はい。はい、もうほぼゼロですね。これで、タンクは今148ですね。満タン入ってて、なこの状態で走行車高にします。今一気掛けの状態ですよ。いきます。はいはい、今右上のタンク圧がずっと増えていってる状態です。一気掛けの状態で、はい、タンクが今 120PSI やね。まだ1分で、もうまだ130ですね。もう2かけの場合はもう止まってます。1分半で今で、タンクは136.7。140。はい、あと 10PSI です。もうちょっと、はい、止まった。はい、2分15秒88。一気掛けの場合は2分15秒88。タンクをいっぱいにするのに、はい、借りました。でタンクは今149、これで満タンですね。2分15秒です。よいしょ。あ、15秒88ね。で、次音量やね。音量を測ると、はい。では、コンプレッサーを動かします。はい、動いた。はい、68.9 やね。68.9 デシベルですね。っていうボリュームの違いがあって、で一応、ね、タンクも紹介すると、
ここにタンクがあります。よいしょ、これね、はい、はい、はい、こういう感じですね。こういう感じに、一応、はい、標準タンクで L 型のラゲッジボードに 3P がついて、タンクは2機掛けにしているっていうセットアップです。はい、っていう感じで、1機掛けと2機掛けの場合、コンプレッサー2つ使った時、コンプレッサーが動く時間は、タンクいっぱいになるまで約1分2秒、1分ちょいですね、約1分かかってました。で、コンプレッサー1機掛けにした場合は、2分15秒でコンプレッサー止まりました。約倍やね、倍ちょっとコンプレッサーのあのブーっていう作動音が、かかる時間っていうのは違いがあって、あとボリュームは、2機掛けの方が78デシベル、78デシベル、それに対して1機掛けの場合は69から68デシベルなんで、10デシベルの違いですね。まあピンとこないんですけど、まあ個人的な感想で、音の違いっていうのは、ボリュームの違いっていうのはそんなに感じないです。ただ、ブーっていう音が長いのか短いのかっていうのはだいぶあれですね、違いますね、印象が。あのブーっていううるさい音が短く済むんで、全然気持ちがいいというか快適な感じはしました。で、2機掛けのメリットとしては、まずやっぱりさっきも言ったように、コンプレッサーの音が短くで済む、半分1分ちょっとで済むんで、すごい快適だっていうのと、あともし1機が壊れてももう1機が生きてるんで、それでエアを貯めることができる。で、もう一つは、2機掛けにするんで、言うたら作動時間も短くなって、コンプレッサーの寿命もその分2機掛けの方が伸びてきます。で、長く、壊れにくく使うことができるっていうところですね。それがメリットですね。で、逆にデメリットといえば、やっぱ最初の初期コストですね。初期にだいたいコンプレッサー増設するに、5万から6万ぐらいか、1機増設するプラスするんが6万弱かなぐらいは、5、6万はかかるんで、で、その費用だけですね、その費用さえ、余裕があるんであれば、絶対こっちの方が2機掛けの方が快適なんでおすすめしますね。で、あと機械式の場合はそんなに、なんていうんですかね、エアを使う量上げ下げするときにエア使わないんですけど、3P の電磁弁ですね、電磁弁を使った場合、メモリした車高にするときにこう微調整をしながら上げたり下げたりしながら、そのメモリしたところに合わせていくんで、どうしても1回に使う空気量っていうのは全然多くなります。なんで、当然コンプレッサーの稼働も全然すごい増えていくんで、3P 電磁弁入れるんであれば、絶対2機掛けはもう絶対いるぐらいな気持ちで思っててくれた方がいいと思います。そっちの方が全然快適には過ごせますね、っていう感じが、コンプレッサーの1機掛け2機掛けの違いでした。